岡山駅から岡山大学への行き方徒歩編。改札出たら右へ、西口方面。バス乗り場のところで右に曲がるよ。階段を降りる。横断歩道を渡って。ずっとまっすぐ。この歩道橋を渡るよ。十字路で右に進む。ひたすらまっすぐ。ここが入学式の会場のジップアリーナ。横断歩道を渡って左だよ。次は右。アメフト部のクラブハウスミーティングなどをしているよ。またまたまっすぐ。あと少しだよ。到着。